はい、どうも、うみです。本日もエモすぎなキスというゲームをやっていこうと思います。はい、今回もね、みんなのエモいキスを見ていきましょう。もう逆にエモいね、殴られてる姿が一番エモいかもしれない。やっていきましょう、スタート。私エモいって意味よく分かってないけど、なんか適当に使った。今すぐ女の血が欲しい、おめえ少女か、私と食事でもどうですか。なんか急に吸血鬼物になったな。なんだこれ。私とこれ絶対左だね。もう大体不正解は下ネタなので、このゲーム。はい、寝るの術。寝た。すごいいいところで寝た、この女。すげえいいな、その術欲しいな。寝るの術欲しいよ、私も。じゃあ私と食事でもどうですか。はい、私と食事。なんかこう吸血鬼との恋愛とかそういうのちょっといいね。その反応悪くないな。あー、いいいい、こういう女の子の表情私も結構好きよ、漫画とかでね、可愛い。はい、ネクスト。怯えた表情がより血を美味しくする、キスマークつけたこと。お前吸血鬼本当に。その美しい首筋を赤く染めてやろう。キスマークつけたことある。普通の人間が言いそうなこと言ってる。鼻ちょうちんの術。いいな、その術も欲しい。寝るの術と鼻ちょうちんの術ちょうだい。もう寝てるじゃん、完璧に。はい、じゃあその美しい首筋、なんかお姫様、囚われのお姫様みたいな。いや、いいですね、禁断の恋。わあ、ちゃんと血出てる。たまらん、極上の生き血だ。大丈夫、痛そうだよ、だいぶだいぶ痛いよそれ、絶対その血の量は。僕ちんのおちん、ん、おちん孔明を見るのら。ちょっと待って、何言ってんのこいつ。急にどうした、血飲んでおかしくなった。私の目を見るのだ。絶対なんかこれ左の方あれでしょう、この女の子の血になんか毒入ってたでしょう。どんなセリフ。血が足りなくなったら寝て体力を回復させるの術。鼻ちょうちん2つになってるし、すんごい睡眠力で、こんなね、血飲まれてる瞬間に寝れるのすごいよ、この女の子。のび太くんよりすごいかもしれない。じゃあ私の目を見るのだ。お前が目開けてねえから目見れないんですけど。あ、目開けた。ごめん、開けてくださいました。その眼差し、これが欲しかった。どうしたの、何、どんな世界。お前を丸ごと飲み干したい、さあ目を閉じなさい。んちゅちゅのちゅー。うんちゅちゅのちゅー、いきましょう。うちゅちゅのちゅー。いびきかいて爆睡することで男のテンションを下げるの術。これはテンション下がるわ、今からね、チューする、キスすんぜみたいなところでね、こんな寝方されたらさすがにもうね、もうこの背中になるよ、この悲しい、なんとも言えない背中になっちゃう。はい、じゃあさあ目を閉じなさい。ああ、ね、自分の血がついて絶対血の味するって、やだやだやだ。ああ、まずいまずいまずい、自分の血飲むとか嫌すぎん。このまま骨の髄まで愛してやろう。何なの、よくなんか骨の髄までとか言うじゃん。何なの、いやいやよ、だ骨の髄まで愛す、よくわからん表現やめてください。もう自分の血飲ませないでください。嫌です、飲みたくないです。文句しか言ってないけど、なんかロマンティックな感じしますね。彼女のスマホつながらない。うん、彼女のスマホつながらない。彼女電話ボックスいるよ、早くはめたいんだけど。どこからかけてるの。いや、後ろいる、後ろいる。見えてないのかなこれ。はい、もう何も言わずで不正解をしていく。お前の腹綿ほじくったろか。怖い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 、後ろに殺意もうすっごい持たれてるよ。それでも気づかないんだね君。どこからかけてるの。はい、どういうことなんだろうこれ。電話ボックス？あ、いた。あ、気づいてなかったんだね、やっぱり。まあ、さすがに電話ボックスの中いるとは思わなかったのかな。はい。電話ボックスなんて初めてだ。マジックミラー5を見て、マジックミラー5を見て、お邪魔します。これ何？どっち？こっちだよね、さすがに。なんかよく、だよね、だよね。意味わかんねえこと言ってんじゃねえ。ミラーボックス壊した、この女。弁償しなきゃいけないんじゃない？それさすがに。ねえ、片手で、片手で壊せるのすげえ腕力。はい。
お邪魔しまーす。え、お邪魔しますじゃなくて、なんで電話ボックス一緒入ってくんの？おかえり、なんちゃって。いや、滅びろ。なんだ、どういうこと？電話ボックスに入ってきて、おかえり。え、ここあなたのお家、狭いお家ですね。何、何なの、なんで電話ボックスがお家になっちゃったの？ガラス張りの密室か。自然と擦りつけちゃうね。ドキドキするね。何を擦りつけようってんだお前ら。これ何、え、電話ボックスどう、なんでこんな密室に2人で入らないかんの？意図的だろうおめえ。顔が真っ黒になった。やばいやばいやばい。ちょ、これは一刻も早く。そう、はいはい、よし、戻した。顔真っ黒現象は怖いよ、さすがに。ドキドキするね。密室、なんか、何、ここでキスしないと出られない部屋みたいな、なんかそんなやつ、よく、なんかあるよね、そういうの。あ、外から見えちゃう。あ、いやいやいやい。はい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 。もうこれ逮捕よ。これ逮捕、さすがに。もうね、こんな公共の場でね、いちゃつくのはもう逮捕です。はい。目閉じて。後ろ向いてケツ出せ。やめろ、電話ボックスで。怖い。電話ボックスってこんななんかいい雰囲気になる場所じゃないでしょ、絶対。上等だれ。はい、この子は一つの電話ボックスを破壊しました。とんでもねえ女です。どこに秘めてたんだ、そんな。もうスーパーサイヤ人になっちゃった。じゃあ目閉じて。ああ、電話ボックスがもう最悪な場所になっちゃった。もうバカ、もうね、こんなバカとか言いながらさ、本当は嬉しいのにさ、そうやってさ、バカとか言ってさ。超感じ悪い、ただのなんかひねくれた女なんだけど、私、ごめんなさい。いや、まあいいんじゃない。でもこう、公衆電話、電話ボックスではやめよう、さすがに。もしかして本当にね、ここで待ってる人いたらどうするの、自分たちの世界に入ってね。もう相当怒られるよ、そんなの。めちゃくちゃね、もう電話したいのに、ちょっとでね、入りづらいし。謎の部屋に閉じ込められた。あ、キスしないと出られない部屋。来た、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 来た。よくあるやつで来た。いやー、気まずいよね。キスしないと出られない部屋か。なんだ、右。なんかちょっと嬉しそうじゃない？こっち正解かな？あ、だよね、だよね。はい。いちいち言うな、気持ち悪い。なんだ、あ、この二人はあれなのかな？別にまだ恋人とかじゃないんだよね、さすがに。こんな、だってね、恋人だったら悠々なことだろうし。はい。これはさすがにね、まあ、知らない人とかだったら、なおさら気まずいし嫌だしね。はい。そうだよね。無理だよね。うわー、何、無理だよねとか言いながら、あからさまにお互いまんざらでもない表情してんじゃん。ねえ、なんだこいつら。どうするべき？ソフトかな？ディープかな？やだな、ディープとかされたら。俺は構わないけど、俺は構わないけど、来た、こんいうこと言っちゃう男。もうこういう男モテるんだろうな。じゃあソフトかな、ディープかな、で一旦気持ち悪いの挟んどこう。っげー。さっきはね、まんざらないね、顔してたのに、こんなにね、ひっくり返るんだね、一言で。じゃあ、俺は構わないけど。いや、かっこいいな、あの男の子。目閉じててよ。あー、かわいい。なんか、何このやりとり。ちょっと、ねえ、なんかごちゃごちゃなってる感じ。かわいいな。まさかの相手から来るみたいだ。あー、自分からじゃなくて、相手がしてくれるっていう。やべえ、こってめっちゃ興奮する。変な性癖目覚めんな。俺、どうしたらいい？え、これはまあ、完全に変な平成引き目覚めた方がね、正解だよね。キラ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 。やだ、そんなとこでゲロ吐かないで服についちゃう。自分の服にも相手の服にもかかってる、キラキラが。はい。俺どうしたらいい？ちょっと戸惑う感じが可愛いのかな？はい。これ、年上女性と年下男子とかだったら余計結構激アツだよ。そのまま動かないでください。おおおおおおお、なんかこの明確してる感じすんごくいい。いいね。相手に身を委ねよう。あ、もう出る、出た。出るからの出たが早いんよ。はい、何が出ちゃったの？もう出さないで。フィニッシュ。
なるほどね。で、出るって、これが出るってことだったのね。ああ、なるほど。わかったわかった。そういうことだったんだ。もうすぐ出るっていうのは、ゲロが出そうだったんだ、女の子の。はい、お願いします。うわぁ。うわ、絶対この部屋から出た後、この二人ね、結ばれるよ。その後、むちゃくちゃキスしてから5分後に開きました。開くの遅いですね。5分?ちょっと、何 ?5分?5 分間ずっとしてたの?長すぎ。5分間ずっと、息できるの?大丈夫?女の子のこの左手の指、なんなの?なんか独特な指してるし。ね、もう、開くの遅いですって言いながらね、お互い絶対嬉しいんでしょ?この後出た後はね、なんか部屋、ホテルへゴーみたいな感じなんじゃないの?はい、おめでた、よかったですね。